何年か前に田代の夏祭りで保育園のステージ、ピンポンパンリターンズのところで、はい、ビーズの替え歌を流したわけよ。カニ玉の作り方っていうレシピの歌、さらっと流してるから多分覚えてる人はいないと思うわけよ。あ、そうなんですね、うん、だからちょうどよくてこれで、はいはい、一回紹介しようかなと思って。おもうあれが一回きりだったから、あれ以降誰も見てる人はいなくて、だからまあネタとしてちょっとそれ流してみようかなと思って。わかりました。じゃあちょっと見てみましょう。はい、刻んでカニの身ほぐして、あのスープに酒砂糖醤油酢を加えて、それからボウルに卵を、フライパンを取り油を熱して、長ネギ炒めてカニの身加えて炒めて、それから酒塩胡椒で、ワウ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 、これを3の卵に加えてかき混ぜたら、フライパンをきれいにして油を熱したら、全然触れないで、へいへい3分 Any more 4分焼いて裏返して、中身が出るまで器に盛り付けて、 No no それだけでいい、キスで唇を、全然触れないで、このフライパンに身を加えてみて、ぬるっと片栗粉を混ぜて、 Bad communication。まあこういう顔で流したんだけど、なんかですね、うん、なんちょっと出てきました、うん、さらっと流れたわけよね。はい、だから結構ウケるかなと思ったんだけど、なんかウケてたような気もしたんだけど、なんか微妙な感じ。歌を知らないと分かんないですもんね。うん、まあそうね、うん、でもバッドコミュニケーションって言ったら、まあ昔の世代の人からしたら、まあ、分かってるけど、今の子供じゃ分からないので、なんか分かります。いや、俺がね、高校の頃よ。30年俺が高校の頃パッと見て、9人だけと思ってた。あ、そうかも。もう相当前だよ。30年じゃんと思ってるよ、今。30年やね。だから今、こういった昔の歌を復活させる活動もね、そうですね。そうですね。合わせてやってるっていう。これが結構、見たら料理が作れちゃうっていう。なんとなく、あ、こうするんだっていうのが分かるよね。歌詞を覚えるとこれ無理ですよね。2、3、3とかね。3は何かね。最後にバッドコミュニケーションって言って、生姜ジャムをどんどんって、ね、あそこは合わなかったわけよ。最後、生姜ジャムを入れようと思ったけど、歌詞に。曲と、あれと合わなくて、もうバッドコミュニケーションで、歌詞だけ、生姜ジャムをどんどんって言って。保育園のステージでしたっけ？うん、保育園のステージで最初に、一番最初にこれが流れる構成になってて、うん、なんかカニ玉作ろうよってなって、司会が2人の時ですけど、ああそうそうそう、牧先生と安代先生といた時 でカニ玉作りましょうって、うん、でなってこれが流れて、ああなんか思い出してきました。安代先生がなんで私 の流れるのみたいな、画像が流れるのみたいな。いや、もうこれはね、実はね、もう一曲あるわけよ。もう出してない。それはもう一曲っていうのは、あ、ビーズの、あ、ビーズの別な曲で、別なレシピの歌。ああ、これがね、料理シリーズ、うん、祭りが延期、中止になったりとか、コロナになって、うん、結局できなかったわけよね、うん、でまあそれはまた次の回で紹介しようかなと思ってるんだけど、うん、ちなみに曲名だけとか言えますか？愛のままに、わがままに、僕は君だけをなんとかって、何やったっけ？思い出せんね。愛のままに、わがままに、
僕は 君だけを傷つけない、だけを傷つけない、そう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 、 あれで作ったのね。知らない人は調べてください、うん、先に聞いててください。そうだね、先に聞いてたらスッて入る、死が入ってきますから ね、うん、確かにそうだね、うん、まあバッドコミュニケーションもまた検索してもらえたら、あ、こういう、もともとはこういう歌なのか、かっこいいですもんね、あれは。もうかっこいい、かっこいい、もうカラオケでめちゃくちゃ歌ってる。ちなみに歌ってたの誰ですか。ですよね。あれ、これね、キーをこれでも2つ下げる。へえ。もうね、ビーズって最初はいいけど歌えるよ、うん、あのケツになってくるにつれてサビからね、ちょっと声が厳しくなってくる。、まあ、カラオケって歌ってももう次の曲を歌うのがきつくなるみたいな。あ、稲葉すごいね、すごいですね、そういう考えたら稲葉さんが自分でこう高めるようにこう、ね、ライブとかで20何曲30曲とかやるわけでしょ。ですね、まあ、すごいよ。ビーズで何が一番厳しいかって言ったらね、願い。もうサビがめちゃくちゃきついよ。あれは分かりますね、あれを聞いてれば。昔はまだ声が出てたけど、あれでも歌えなかったから、キーを2つ下げてもサビがきつい。稲葉はね、東一君も来てるしね。ね、知ってるでしょ。まあ、知らないですよ。いやいやいや、東一君文化交流センターにライブの。東一君でしたっけ。東一君文化交流センター。いやいや、伊集院がライブで来たのよ。でしたよね。その前に、何年か前に東一君に来てる。あ、そう、知らなかった。リハーサルで。何週間か。へぇ。何週間か来て、そこに泊まって、テレビで待ったよ。なんか、どっかの曲でドキュメンタリーが流れて。はぁ、あ。稲葉が、あの、文化交流センターと東一中学校の間の小道を走ってる。はあ、うん、ファンは知ってると思うんだけど、知らなかったよ。シークレット、完全シークレットで、でしょうね、本当に完全に口止めされてて、はあ、たみたい。まあ、でっかいトラックが来るわけじゃん、最初トレーラーが到着した時にまずね、それにまずほとんど気づいてないんだよね。それいい意味でも悪い意味でも捉えられますね。どうせなら田代の公民館に来てくれるわけ ですよね。まあ黒板もあるし、うん、アナログテレビもあるし、まあ、マイクもありますし、トロフィーもあるからね、扇風機ありますし、うん、わあ、ここの音響めちゃくちゃいいじゃんっつって、近尾神社をランニングしてさ、ああ、坂、うん、階段ですね。で、まあ、東聖茶とかバーってあっちの坂行ってお茶だけで、お茶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 で、あったので、うまいとか言ってね。そんなシーンがブラック、タシロマンブラックのミュージックビデオで流れるから。うまーいっつって。お茶飲んだんですね。飲んだ飲んだ、飲ました。全然違う銘柄のやつ。気がついたと関係なくて。ただお茶、ちょっとラベルは映ってるけどね。うん、まあ、うん、他のメーカーの。で、ドローン飛ばしてたから、うん、俺も映ってるという。下から見て。まあ、じゃあ次は、そのビーズの。もう一曲をまた紹介したいと思います。調べてくださいね、タイトル。はい、お楽しみに。